標高 1000m 付近で獣道に乗ることができました。歩きやすいです。舞茸の出そうな木があるところまで利用させてもらいます。今標高は 1000m ぐらい。出発してからもうすぐ2時間。これというキノコには当たりません。あの切り株を見に行きます。食べれるキノコはありません。はい、小太郎くんです。オキト君です。もうすぐ10歳。はい、ムニちゃんです。2歳半。疲れてますね。疲れたか。頑張れな。
マーニー、そっちじゃねえぞ。疲れたか？ちょっと疲れたか？小太郎、行くよ行くよ。ムーニー行くよ。ムーニー行くよ。おいで、おいで、行くよ、おいで、行くよ、行くよ、おいで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 。よしよし、はい、来い来い、よし来た、よく来た、初めての沢越えだな。よしよし、いいよ、よしよしよし、あ、またまた後ろを示した、ダメ、それ食うやつだ、食うやつ、僕やめ。やっと舞茸当たりました。ちっちゃいですよね。これを置いとけば人に取られるのか、それとも誰も来ないのか、微妙なんですよね。取っちゃいます。なくなったらショックなので。うわー、取りたくねえけど取っちゃう。人に取られるのが嫌だ。
持ってないかな。あー、ないか。うわあの木も怪しいですね。見てみます。